ここからは大井競馬を振り返ります。第一レースからご覧ください。6番の JK ロンド、外から追って2番のウィントルベール2番手、外へ切り替えて5番マオノリーゼ3番手、200を通過、あとは1番のベリーズフレイバー、先頭6番の JK ロンドン、リード2馬身から3馬身、2番のウィントルベール2番手、3番手5番マオノリーゼ、内から追い上げる3番のセラシュラーレ、先頭 JK ロンドン5位。 TCK 第1レースを勝ったのは6番 JK ロンドン、人気に応えデビュー6戦目初勝利です。勝ちタイム1分40秒後、鞍上は三鴨典史騎手でした。ゲートに入りました。枠入り完了。スタートしました。好ダッシュは3番のシャルプラッテ。これを追って5番のホワイトシャーク、6番マジェスティア、前3頭広がって出ていきます。4番手の一戦、1番クールアイ、さらには2番のロデオスター、後ろに7番のマンファスガール、接近8番のプリンチェプス、後方2頭4番ノーズハバナス、新ガニが9番の大勢エルフィンです。前から後ろまで8馬身9馬身ぐらい、3コーナーカーブに入っていきます。先頭は3番のシャルプラッテ、差がなく5番のホワイトシャーク、6番マジェスティア、前3頭広がって3、4コーナー中間に向かいます。1馬身半差、前を見ながら4番手2番ロデオスター、その後ろ2馬身がいて8番のプリンチェプスなど後方勢固まっていきます。4コーナーカーブから直線、逃げる3番のシャルプラッテ、内をつく2番のロデオスター、前に迫ってくる、外から5番のホワイトシャーク、3頭広がった、内から2番のロデオスター、一気に捉えて先頭に変わって200を切りました。2番手は5番のホワイトシャーク、馬場の真ん中から9番の大戦エルフィンが伸びてきた、大戦エルフィン前を追って2番手に上がってきた、3番手5番のホワイトシャーク、先頭2番ロデオスター、大戦エルフィン追いますがロデオスター押し切ってゴール。第2レースをご覧いただきました。勝ったロデオスターを管理する森下純平調教師にとって、この勝利は地方競馬通算500勝のメモリアルでした。2010年の開業から2年目にして東京ダービーでワンツーフィニッシュを果たすなど、鮮烈なキャリアのスタートを切った森下調教師ですが、これからの目標として交流競争や海外での勝ち星を積み重ねていきたい、ファンやオーナーに喜んでいただけるようにこれからも馬作りを追求していきたいとおっしゃっていました。改めて TCK 第2レースを勝ったのは2番ロデオスター、人気に応えデビュー4戦目初勝利です。勝ちタイム1分11秒9、鞍上は笹川翼騎手でした。2頭が後ろを離していきます。エミリア・エミリオ遅れて3番手、代わって追い込んでくるのが3番東京バサラ、前2頭後ろを離して一騎打ち、今度は8番ムサシリーナ抜け出して先頭、1番ジャスタヘイロー食い下がって2番手、3番手は混戦、4番のスターオブグローリが3番手に上がってくるか、後方から7番いきなりに追い込んでくる、先頭ムサシリーナゴリ。TCK 第3レースを勝ったのは8番ムサシジェリーナ、人気に応えデビュー2戦目初勝利です。勝ちタイム1分13秒に、鞍上は笹川翼騎手連勝です。4番手は離れました。4番マイキーマックイン、3番坂弁ムーン、前は200を通過、抜け出した6番のゼイトク先頭、2番手外から1番のマオノブリージーが上がってくる、2番のファイスト3番手、これを追って4番マイキーマックイン4番手、先頭は6番のゼイトク押し切ってゴリ。TCK 第4レースを勝ったのは6番ゼイトク、デビュー2戦目初勝利です。勝ちタイム1分28秒3、鞍上は笹川翼騎手3連勝です。3番手には3番ムサシホルダー、2番手の外、あとは追い込んでくる4番ワイルドブーケ、200を切りました。先頭は1番のアシャニンカ、また笹川翼だ、リードが3馬身4馬身、2番手外から3番ムサシホルダー、4番ワイルドブーケ、この2頭が2番手争い、先頭は1番のアシャニンカ、アシャニンカ先頭でゴリ。 TCK 第5レースを勝ったのは1番アシャニンカ、人気に応えデビュー2戦目初勝利です。勝ちタイム1分14秒4、鞍上は笹川翼騎手4連勝です。
前は12番ヤクモ、今度はわずかに先頭、内食いつかっているシャベット、 100m を切りました。外に持ち出された7番のフレームチョーカー、足を伸ばしてくる、ヤクモに詰まってきた。その後は4番ティーカー開いて1番のフォルティースを追っている。前は12番のヤクモ、外から7番のフレームチョーカー、フレームチョーカー、ヤクモ残した、ゴールイン。 TCK 第6レースを勝ったのは12番ヤクモ。勝ちタイム1分40秒後、鞍上は藤田亮騎手でした。追ってくる後続は1番ウィングウィンド、5番バンドゥーチェ、外6番のティースアペックス、内食いすがっているステイカレッジ、 200m を切りました。2番手争い混戦から1番のウィングウィンド前を追ってくる、先頭4番ノアリングルックス3馬身リード、ウィングウィンド2番手に、3番手争いで6番ティースアペックス、7番リコーステア、先頭ノアリングルックス、ゴールイン。TCK 第7レースを勝ったのは4番ロアリングルックス。勝ちタイム1分12秒0、鞍上は安藤陽一騎手でした。先頭2番ボヌールバローズリード体半分、5番ラインブレイカー、6番のカリスマさん光る、2番手3番手、ここで3頭が少し抜け出して残り 600m を切りました。2馬身後方3番フィガロアルビアンに、4番ヒストリックノバ、1番の大勢グラシア、1番後ろを追走していきます。4コーナーに入って先頭2番ボヌールバローズ直線コースに入りました。リードは1馬身半2馬身と振り切りにかかります。2番手は5番のラインブレイカー、外から追って6番のカリスマさん光る、さらに内を突き3番フィガロアルビアンで 200m を切りました。2番手以下は1段で4番のヒストリックノバ、さらにこの争いに1番の大勢グラシアも加わっている。単独トップは2番のボヌールバローズ、4馬身から5馬身リード、2番手争い接戦が続く、ボヌールバローズ先頭でゴールイン。TCK 第8レースを勝ったのは2番ボヌールバローズ、人気に応えました。勝ちタイム1分25秒2、鞍上は笹川翼騎手、本日5勝目です。差ができて4番アベニンティアラ、1番のサンドエンプレス、3コーナーカーブ後方5番ワルスフォーデビー、それから2番のデルマセイレーン、1頭遅れた6番モユのいい女、最後方追走です。 3,4 コーナー中間にかかっています。先頭変わって3番ティオーボルド、1馬身リード、7番コバノモナルカ、2番手で4コーナー残り 400m を切って直線コースに入ってきました。3番手外から懸命に追ってくる9番ドレスドトゥーキル、その後外に持ち出してくる1番サンドエンプレスと8番スマートネクタル、広がった争い、今度は外伸びてくる9番ドレスドトゥーキル、内は食いすがってティオーボルド、さらには1番のサンドエンプレスもこの争いに加わって、内目7番コバノモナルカ、今4番手です。粘れ粘る3番ティオーボルド、リードは1馬身半、3番ティオボルド押し切ってゴールイン。 TCK 第9レースを勝ったのは3番ティオボルド、人気に応えました。勝ちタイム59秒0、鞍上は菅原亮太騎手でした。枠入り終わってスタートしました。まずは真ん中4番タブラオ、この外から5番ハイブランド、2頭が並んでいって内には2番のフルーフソイク、3番手のインに構えます。少し差を詰めてくる7番のマイネルドッシュ、3番ユーシンイモンと前5頭が固まって1コーナーに入りました。少し間があって1番フォルディナン、さらに外を通って8番フォックスリープ、後方2番手で2馬身後方6番のアポロミラクルは最後方に構えます。馬群は 1,2 コーナー中間、先頭4番タブラを1馬身リード、5番のハイブランド2番手で、3番手インで2番のフルークソイク、向こう正面に出ていきました。これに外から迫ってくる7番のマイネルドッシュ、3番手の外目に上がって2頭の間は3番ユーシンイモン、この後1馬身で後方3番手1番ホルデュラン、8番フォックスリープ、外から仕掛ける6番のアポロミラクル、今後方2番手3番手と押し上げようとしています。8頭の馬群は一塊、先頭からしんがりまでは5馬身くらいの圏内に固まって3コーナーカーブに入っていきます。ペースメイクは4番タブラオ、リードは体半分、1馬身と少し広げにかかります。5番のハイブランド2番手で、これに外から迫ってくる7番のマイネルロッシュ、 3,4 コーナー中間残り 400m を切りました。後ろ6番のアポロミラクル、内を通っては2番のフルークソイクも押し上げに入って、2頭の間は5番のハイブランド、さらには3番ユーシンイモンで直線コースに入りました。2番手以下は広がっている。しかし先頭4番タブラを突き放して3馬身から4馬身リード、2番手争いで2番のフルークソイが上がってくる、この外を追いすがっているマイネルドッシュ、さらには3番ユーシンイモンに6番のアポロミラクル、先頭4番のタブラを突き放してゴールイン。
TCK 第10レースを勝ったのは4番タブラオ。勝ちタイム1分39秒6、鞍上はライアンクアトロ騎手でした。係員が離れてスタートしました。まずは内を押して3番カンパニフレイバー、この外4番右フェイス、さらには外10番のデルバイス、これもつけて後位の外、内々からは2番の準優行も今後位集団の一角で向正面に出ていきました。その後からは7番のフォルテファム、前を追って前は5頭が一覧で後ろを離していきます。3馬身から4馬身間ができたところ、5番ボルドートロギル、その後から6番草ひばり、8番ディナミーデ、後方は9番クラキャノン、おしまいから3頭目、この内側に11番テリーヌ、3馬身差、1番トルベジーノ最後方追走です。前の集団が後ろを大きく離して馬群は縦長、3コーナーカーブに入っていきます。前の集団を率いて逃げる3番カンパニフレイバー、リードは1馬身半から2馬身で残り 600m を切ります。2番手以下は固まって4番右フェイス、内を通って2番の準優行、じわりと上がってきました。外は10番デルバイス、この後で7番フォルテファム、3馬身差で追い上げてくるのは5番のボルドートルギル、4コーナーカーブ直線コースに向いて3番カンパニフレイバー先頭、リードは2馬身キープ、外2番手に上がってくる10番デルバイス、先頭との差を詰めていく。3番手以下、内2番の準優行、残り 200m を切りました。外追いすがっている7番のフォルテファム、後方も広がって前を追っている、粘っている3番カンパニフレイバー、1馬身リード、外から10番デルバイス追いすがる、3番手争いも広がってくる、内から11番テリーノ追い上げる、先頭3番カンパニフレイバー、ゴール。TCK 第11レースを勝ったのは3番カンパニフレイバー。勝ちタイム1分26秒0、鞍上は和田丈司騎手でした。ここまで今日行われた大井競馬を振り返りました。